今日はですね、ちょっとプチ話題になったですね、鼻毛警察について、お話をしたいと思います。ことの発端はですね、私が自撮りをした、それもスキー場で自撮りをしたですね、写真に鼻毛が写ってたということでですね、割とこうね、スキー場ってこう、一生懸命スキーをやってからですね、ゴンドラに乗ってる時に写真を撮ったやつをあげたんですけど、まさか鼻毛が写ってるって思わないじゃないですか。ゴンドラで自撮りをするときに鼻毛気にして、自撮りするのかな、みんな。ちょっとわかんないんですけど、皆さんどうですか？鼻毛、自撮りするとき鼻毛チェックしますか？朝、鼻毛を出てないかとか、鼻毛をこうカッターで切ったりとか、いろいろやって出てきたとしても、スポーツをした後っていうのは、なかなか、で、どうもね、よく鼻毛見つけんなと、パソコンのツイッターで、ツイッターにアップしたんですけど、パソコンで見てるからでっかくなるのかな、僕はスマホで見てるんで、相当こう、ズームしないと見れないぐらいのレベルの鼻毛だったんですけど、やっぱ毎回あれ、見てんのかな、鼻毛が出てるかどうか、鼻毛出てんじゃねえかっつって、見てんだと僕は思うんです。毎回だから僕の自撮りがあったら、あるいはおっさんの自撮りがあったら毎回鼻毛をチェックしてツイッターでツッコミをしなきゃいけないって思ってるっぽいです。なぜなら週刊朝日かなんかのアイラドっていうところで、それは記事になって、しかもそのくだらないことに、そのですよ、朝日新聞の雑誌、週刊朝日とかアイラをやってるチームが、のウェブのチームが取材してたんですよ、その僕に鼻毛をチェックする人を。かっこ38歳って書いてあって。38歳のいい大人が、このおっさんの鼻毛の自撮りを、こうズームしてチェックして、そこにツッコミを入れなくて、インタビューが。いや、もう鼻毛が出てたんで、これはツッコんでくださいということだと思って、ツッコみましたって書いてあって、すごい感覚だなと思って、僕そういう性格じゃないんで、人のなんか鼻毛とかどうでもいいんですよ。なんか、なんていうんですかね、これ良くない傾向だと思うんですけど、お笑い芸人さんのノリツッコミみたいなのあるじゃないですか。あれをなんか、特に関西人の人なんかそうなんですけど、ツッコまないといけないと思ってるっぽいんですよ。いや別に突っ込まなくていいよと。あれは楽しいんですかね、もう様式美なんですかね、わかんないですけど、なんかボケをかまして、そこにツッコミを入れて笑いを取るっていうのが、僕全然楽しくないんですけど、楽しいんですよね、多分それがね。それ慣れちゃってるから僕全然1ミリも理解できないんですけど、ということで僕結構それでトラブルになります。もう要は僕はどっちかっていうと、多分そもそもだから突っ込むつもりがないから、そのボケがかました人を突っ込むつもりがないから、たまに怒られるんですよ、関西人。いや、ボケたのに、私ボケたのになんで突っ込んでくんないの、いやどうやってって思っちゃって、でもなんか最近はお付き合いで、ボケて突っ込んでほしいんだなっていう状況だったら突っ込むこともありますけど、なんていうのかな、要は自然にボケて、いや僕はだから突っ込んでほしくないんですよ。僕突っ込んでほしくないですよ、正直。うざいんですよ、はっきり言って。でそもそも突っ込んでほしいと思ってボケません。だから鼻毛をわざと出して、鼻毛をねわざと出して突っ込んでもらおう、鼻毛だ鼻毛だって言ってもらおうとも思ってないし、多分野菜とかを言ってくる人たちもそうだと思うんですけど、別に野菜を食えっていう風に言ってほしくて肉の写真ばっかりアップしてるわけでもないんです。だから分かった、そういうことか。僕は、僕がボケてるように見える時はわざとボケてるわけではなくて、普通に生活をしてるだけです。何の意識もしてません。皆さんが あいつはボケてんな、わざとボケててツッコミを
誘ってんだなと思うんだったら、それは大きな誤解です。全くそんな様式美に興味はないし、ボケて突っ込まれて楽しいっていうことも1ミリもないし、どっちかっていうとムカつくことが多くて、多分自然にしてると僕はボケてると一般的に思う時の方が多分多いと思います。普段動画とかに出てる時は別ですけど、とかテレビとかなんかそういう突っ込まれまくる可能性が高いところに出てる時はまだマシなんですけど、普段はもっとこう普通にしてます。普通にしてると多分ボケてるって思われてるところが多くて、でたまにそれを本当笑いを取ろうと思って突っ込んでくるやつがいるんですよ。てか割と関西人多いんですけど、多いんですよ。で僕たまにそれで断ち切れしてることがあります。多分あの時もそうです。ジンギスカンの時もそうです。ということで僕はわざとボケてるわけじゃない。